できるか心配だけど、だけど全部思い出したって、久慈静香殺さなきゃ。まずはこれを開けるっぴ。あれだっぴ、もうこの中には何にも入ってないっぴよね。たこ焼きの元と天かすと紅生姜と青菜だっぴ。便利なものはスーパーに売ってるっぴ。失礼しよう、どこ行っちゃったっぴ、わかんないっぴ。マリナちゃんを殺してごめんなさいっぴ。このボールにまずはお水を入れるっぴ。この口でこうやって押さえなきゃいけなくて表情筋が疲れたっぴ。アスマくん、アスマくん助けてっぴ。当たり前だろ、僕がたこ焼きを作るのなんて簡単に決まってるじゃないか。ここにたこ焼き粉を入れればいいってことだろ。誰かに初めて必要とされたんだ。僕がみんなを見捨てるわけがないだろ。こうやってマリナちゃんを隠すんだ。おいタコ、ここでいかによく混ぜれるかが大事なんだろ。それを言いに来たんだ。アスマくん、ありがとうだっぴ。そしたらここに、すでにキャベツが切ってあるっぴ。ここに、天かす、紅生姜、あとは青ネギだっぴ。これも、しっかりと、殺さなきゃ。落としたっぴ、落としたっぴ。ではね、下準備が完成したから、今から、なんと、人生初のたこ焼き作りに挑戦するっぴ。どうしてだっぴ？どうしてこんなに、胸がドキドキするんだっぴ？やっていくっぴ。こっからは時間との勝負だっぴ。あんまり冗談を言いつける暇はないっぴ。油を敷いていくっぴ。キッチンペーパーに染み込ませて、それをポン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 していくようにするっぴ。ああ、ドンキホーテで買った1000円のたこ焼き器だからガタガタするっぴ。殺さなきゃ。いよいよ生地を垂らしていくっぴ。いくっぴよ。これでいいね。ここに具材を試していくっぴ。まずはタコ、このままでも食べれるような生食用だっぴ。これは、ああちょっと全部でかいかもしれないっぴ。でかく切りすぎたっぴ。そしたらこれをかけていくっぴ。こっからさらにこれをかけていくっぴ。ほら、タコもこんな大きいから全然入ってないし、助けてっぴ。アスマくん、助けてっぴ。当たり前だろ、静香ちゃんはダメだ。自首するよ。ちょっともうどうすることもできないっぴ。冷静に考えて。意外といけてる。ちょっと見てほしいんだけど、ほらちょっと様になってきた。よし、たこ焼き作りって想像以上に疲れるっぴ。
こんな感じになったっぴ。今からトッピングをしていくっぴ。まずはたこ焼きソースだっぴ。次にマヨネーズだっぴ。あられ、最後にかつお節をかけるっぴ。完成だっぴ。じゃじゃーん。ハッピー星人が作ったハッピーたこ焼き。30分くらいかかったっぴ。お腹が空いたっぴ。それじゃあ早速いただきっぴ。おいしいっぴ。外はサクサク、中はふわふわだっぴ。そうだ、アスマくんにも食べさせてあげるっぴ。アスマくん、アスマくん。なんだよ、美味しそうじゃねえか。タコのくせにやるな。じゃあいただくぞ。当たり前だろ。タコが一生懸命俺のために作ってくれたんだろ。嬉しいに決まってるだろ。ありがとうが言いたくて来たんだよ。当たり前だろ。美味しいに決まってるじゃないか。嬉しいっぴ。ふぅ、美味しかったっぴ。今日はお別れを言いに来たんだっぴ。ありがとね。バイバイ。